皆さんこんにちは。こんにちは。三橋 TV のお時間です。この番組は経営科学出版の提供でお送りいたします。キャスターは私高家直と三橋孝明です。そして本日は特別ゲストとして藤井聡先生にお越しいただいております。はい、よろしくお願いします。お願いします。三橋 TV は三橋孝明のブログ新世紀のビッグブラザーへのエントリーを取り上げ、視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひともチャンネル登録をお願いいたします。ということで、はい、前回前々回といろいろ藤井先生にお聞きしたんですけど、はい、一つそのプロパガンダという言葉がまあキーになるかなと思うんですけど、はいはいはい、でそのプロパガンダの手法っていうのは、まあ、たくさんあるんですけど、うん、一つのやり方として統計マジックっていうのが、そうですね、統計マジックあるんですよ。統計を我々統計使うじゃないですか。でもその統計も見せ方によっていろいろとその印象を変えることができるんですよ、ね、印象操作、印象操作ですね。それで、一つこれまあエントリーですけど、今年の1月11日に公共事業費の真実を知ってくださいというタイトルのエントリー書いたんですが、まあ、これをエントリー読むよりこっちの方が分かりやすいかなと思いますけど、まあ、公共事業について、まあ、これが日本の公共事業の推移なんですけど、なんとなくここ民主党政権ですね。11年だから10、11、12が民主党政権下で作った、はい、なんとなくそうですね、作ってそれでなんとなく上がってるような感じで安倍政権は公共事業を増やしてるみたいなですね、印象を受けるでしょうね。見えますね。見えますよね、うん、でも実態はこういうことで、その青が当初予算ですけど、当初予算ですら公共事業費っていうのは全く増えてないんで、しかも、うん、コンクリートから人へとかやっていた鳩山内閣の時より低いというのがですね、そうですそうです、真実なんですよ。そうなんですよ。でこれなんでこんなことになったかというと、この黒いやつですね、社会資本特別会計っていう特別会計でやってた公共事業の予算を通常の当初予算に持ってきた。それで埋め込んじゃって、それで分かんなくしちゃって、うん、と増えるって感じ、増えてるって感じになっちゃう、うん、これ藤井先生指摘されましたけど、14年の時点から我々これ問題視してましたけど、うん、そうなんです、ね、その後もこうなるとは思わなかった、さすがに、うん、まだ増やすと思ってた。ね、一応ねここであられた議論っていうのは、うん、0.04% ずつ増えてるんですよ。もう一回なんでか 0.04% 増えてないでしょそれ。これはねどういうことになってるかというと、政治家に対して財務省は、はい、公共事業費毎年増やしますからって言ってますよね。でいうのは嘘じゃないですよ。 0.04% 増えてるから、はい、だけど 0.04% 増やした時に新聞に載せたら 0.0% になるんですよ。あこの四捨五入すると、だから四捨その世界に対して、うん、我が安倍内閣は公共事業増やしてないからって言えるんですよ。あだからこう二枚舌を使うために 0.04% 0.05 じゃダメなんですね。 0.05 だと 0.1% 増えたことになっちゃうから。そっかだからだったら 0.0499% でもいいんですけどね0.04999% でもいいけど、まあ、それが 0.04% になってるんですよ。なんかね、そう、まあ、変な話ですもうそんなんでやってるんですよね。それで政治家さんは、ああ公共事業増えてるんだなと納得するんですか。一応そうなんですよ。ちょっと大丈夫か、ね、全然大丈夫じゃないですか。大丈夫じゃないですか。全然大丈夫じゃないですか。で問題はですね、これこの3年が10、11、12ですね。これが民主党政権なんですよ。でこれが自民党政権、はい、でこの黒をのけたものだこれ、うん、そっか、なんかそうですね、こうだからこれでいくと、もうこの線だけ見るとこれ平均取ると民主党政権の3年の平均よりも自民党の方が低いんですよ。トータルの公共事業関係費はもうすでにトータルの公共事業関係費だけで民主党政権の方が高いんですよ。社会資本特別会計を省くと、省くと通常予算と補正予算合わせても、いや補正予算と合わせて低いんですか。安倍内閣の方が低いんですよ。ってことはこの3年間はコンクリートが人へ内閣だから、僕は控えめにコンクリートから人へ継続内閣だったり言いましたけど、うん、低くなってるから加速内閣なんですよ。まあ、でもこれあれですよね12年は多分これ東日本大震災の補正予算があったんで、民主党が多少かさ上げされてるにしても平均だと上回っちゃうんだ。そうそうそう、信じられない、そうなんですよ。そうなんですよ。でかつ当初予算だけで見るとこれ 0.6 っていうのが一般会計に組み込まれてるので本当に載ってます。こうなんかこれ全部削らなあかんんですよね。あこれ削った後ですね。ああそうなんですね、はいはい、もうああそうかそうかそうで削るとだからこう鳩山内閣以下なんですね。そういう意味でもコンクリートが人へ内閣継続だし、その意味でも加速とも言えるんですよね。
増えたといえば野田内閣の当初予算よりはちょっと増えたっていう。そりゃそうやろみたいな。めちゃめちゃ削りましたからね。そうなんです。まあ、でも結局補正で増やしましたけどね、野田内閣、うんうん、の震災があったから。そうそうそう、何をやってんだからね。でこれはまずね、公共事業は決して安倍内閣増やしてないんだっていうのが統計的に明白なんですね。だけどなんか安倍内閣って公共事業をばらまいてるっていう批判を受けるんですよ。 なんでですか。これはね、財務省のプロパガンダなんですね。でプロパガンダもあるし、やっぱりあの二階俊博だとか先生っていうのがいて、公共事業たくさんやってるっていうイメージがあるんですよ。それも印象だけですね。印象だけなんです、はい、でも統計的には全然そんなことないんですよね。でこれは本当に大きな問題で、なんでかっていうと、このままだったら安倍内閣って公共事業いっぱいやった公共事業内閣だって思われたまま印象が残っちゃって、それで安倍内閣が次の内閣になったら、まあ安倍内閣は不可視だけど俺たちは違うんだよって全員絶対言うはずなんです、ドイツだって。だからこのままのイメージで政権交代っていうか内閣が変わったら、公共事業費がさらに削られるんですよ。だからコンクリートが人へ内閣がさらに加速されてしまうっていうことになるので、適正に、いや安倍内閣は決して公共事業を増やした内閣じゃないんだよっていう印象をちゃんと国民の皆さんにあの流布しておかないと、日本の未来は暗くなってしまいますよっていう、財務省の思うつぼになってしまいますよということなんですよね。でね、最近、うん、あのまあ、財務省だけじゃないと思うんだけども、うん、厚生労働省が、うん、例えば賃金統計についてね、これは2004年からですけど、うん、東京はその従業員500以上の企業は全数調査なんですよ、賃金が、うんうんうん、ところが3分の1しか調査してなかったっていう問題が明らかになったんですよ、うん、これ実は大変な問題なんですよ。なぜかというと GDP とか予算に影響するんですよ。その大元のデータが嘘だったっていうのがバレちゃったんですよ、うんうん、とかね。あるいはこれもひどい話なんだけど、賃金統計の際にこの前説明しましたけどね、この1月18年1月にサンプルを入れ替えたんですよ、企業の、はい、その時に給料が低い企業を抜いて高い企業を加えた。これはいいよ、100歩譲ってサンプルに問題があったから変えましたと。でもその新しいサンプルと昔の古いサンプルを比較して、で例えば18年6月はなんと実質賃金 2.5% 成長ですとかやってるわけですよね。それはまあ高い企業に入れ替えたんだからこうなるに決まってんだって話なんですよ。でさすがに厚生労働省は批判が殺到したから、前からいる企業同士の比較 あの数字も出します。それとこうなんですよね。という形で本当はこうなってたんですね。本当はそう、この時点でもっと低かったはずです。こういう感じで推移していったと思う。それがこうなっちゃってるん で、ね、明らかにこれ国家の現実を見えない形の、まあ、これわざとそうやったかどうか分かんない、サンプルの変更自体の話は、まあ、どうでもいいんだけど、でも新しいサンプル、つまり給料が高い企業がいるサンプルと給料が低い企業が残ってるサンプルを比較して、こんだけ上がりましたってあの普通に詐欺って言いますよね、これ僕考えたって詐欺でしょ、これそう考えたって。こういうのがね平気でまかり通ってるんですよ。怖いなと。これ本当怖いですね。本当怖い。いや僕このぐらいは今初めて見ました。初めて見ました。あのね、厚生労働省がさすがにこの共通事業所っていう前からいる事業所同士だけを比べたのを出してくれてるんです。これ14年に消費増税、ね、消費増税したから賃金が下がって、はい、で反動でちょろっと上がったとか。これね、これね、物価が上がったから、あ物価下がったからごめんなさい。ああ。この時物価下がっちゃったんで実質賃金プラスになっただけ。ああなるほどね。はい。でまあそこはあるにしても結局ほぼマイナスで推移してるってこと。だからたまにプラスになる時が。曲がり間違ってプラスな時あるけど、うん、ほとんどマイナスだってことは、だからこれだから上昇変化率の推移だから、ゼロをずっと推移してるってこと、ゼロ以下を推移してるってことはずっと下がり続けてるってことですよ。 L ですらないってことですよ、うん、下がってもっとこう下がって地獄の底へまっしぐらみたいな。ところがこれ見るとこれすごい、これ見るとなんか上がってるように見えるみたいな。ついにあの消費増税のネガティブインパクト払拭して日本はセーフした成長しだしたよって見えるってことですよ。特にこれね二十数年ぶりの上昇率ですから、ふざけんな怒りいるわけないじゃんと、まあ、実際こうだったんだけど、これひどいな、これ知らなかったですね。知らなかったですか、うん、あの話はしてますけど、このグラフは初めて見ました、はい。これでね、だからひどい話だけど、私がこうなってんじゃないかと、これは詐欺だって言ったら、三橋はサンプリングの変更を批判してるとかって攻撃されるわけ。そんなこと誰もしてないんだろうと。おかしいだろうと。じゃあなんかね、
ちょっと日本だんだん本当に国家の手をなさなくなってきてるなと、うん、なんかポストトゥルースってね最近流行語でありますけど、うん、ご存知です？いえ、ちょっとねトゥルースって真実なんですけど、はい、もう最近トランプが出てきてよく言われるようになったんですけど、嘘がまかり通る世の中になってきましたねっていう。で普通は嘘がまかり、嘘がルフしてるのって結構普通なんですけど、その今のポストトゥルースっていう言葉の重要なところは、嘘がいっぱいまかり通ってる、ルフしてるっていうことをみんな許容しちゃう世の中になっちゃう。認めるってことや、普通のことだろみたいな。そうそう、だから嘘とか詐欺師のことを誰も怒らない世の中になってきてると。嘘でいいじゃんもうみたいな、なってるかも。うん、でそれがその時代にもここ急激にこの数年になってしまったな。昔はこんなことが発覚したら国会とかで絶対許されなくて、内閣がもうぶっ飛ぶぐらいの話だってあったわけですけど、今はもうね、なんかね、何でもありなんですよ、うん、バーリトゥード状態になってしまってる、うん、ほとんどプロレスの試合でこうなんかそのナイフかなんか持ってきてみたいなもんですね。昔はフォークぐらいだったんですけど、最近だったらもうナイフでプロレスしてもええみたいな、死んじゃうよみたいな、棚橋刺されるでみたいな話になっちゃってるんですよね。じゃあ怖いのがね、その厚生労働省のさっきのね賃金統計の問題って、厚生労働省のマニュアルで東京都は3分の1だけ検査すればいいですよと、調査すればいいでしょうってなってるから、明らかに厚生労働省が組織でやってるんですよ。それ全数調査って約束になってるから、それ自身でアウトなんですよ。でそれが問題が発覚したんで、それ始まったの2004年だから、今の厚生労働大臣は関係ないんだけど、でもやめるべきだと思う、責任取って。でそれに関わったマニュアル作成に関わった人たちは基本的に解雇っていう形の責任取らなくちゃいけないんだけど、多分何もやらない、うん、何も起きないで、これなかったことになるんですよ。だって公文書偽造した財務省の財務大臣を辞任しなかったですからね。だからあれがポストトゥルースの象徴ですよね。嘘でももう嘘ついていいってことになっちゃったんですよ。そしたらね、もう本当国家は持たないんです。うん、国民は確実に貧困化します。で権力を持ってるやつ、金を持ってるやつの天下になります。そういうようなですね、うん、恐ろしい、恐ろしいんです。統計の嘘っていうのはこれ国家の形歪めちゃうから、うん、とんでもない問題なんだけど、これが最近頻発してるから、うん、なんか何信じていいのか分かんなくなる。特に私なんかデータいっぱい使うじゃないですか、そのデータ自体が信じられないってなると、うん、もう何もう目の前が見えないですね。だから西部開拓、アメリカのね西部開拓時代みたいなもんですよね。あの時はこう東海岸にヨーロッパ人が来て、でインディアン殺しながらダーッと西海岸の方に行って、で西部のいろんな西部ですから、こう西側のところに到達した時にはもう政府がないので、嘘と暴力がまかり通る無法者の社会だったんですよね。そんなイメージであるじゃない。そこで保安官が出てきて正義と秩序を守るみたいな。であの時は嘘と暴力がまかり通ってた世の中なんですけど、今の日本は確実にあのような社会になりつつあるんです、それはね僕は内閣官房にいて本当に感じましたね。あらゆる嘘が許容されてます今の政治は。あれこれなんでしょうね、まあ、与党の問題もあるんだけど、うん、野党としてはめちゃめちゃ叩きどころじゃないですか、うん、それも叩かない。なぜなんですか。わかんない、わかんないです、ね、これでなんかまあ森友問題とかですね、まあ、文書改ざん問題は非常に問題だけど、その森友問題とか家計問題とかそういうので、まあ打倒安倍政権的なところは頑張るんだけど、こういう本質的なもうはっきり言ってその大臣の首飛ばせるようなことは騒がないから、うん、だから国民も騒がない、メディアも騒がないです、そのまま行くみたいな、怖いなこれは。まあ、野党がいくら叫んでもなんかまたなんか野党がやっとるわってなってしまってるのもあるのかとは思いますけど ね私たちが、そう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 。でこれを水橋さんが指摘しても、うん、あそうだよね、手でなんかこうラーメン食べたりとかそば食べに行ったりとかそうだよねだよねで終わっちゃうみたいな、みたいな、またかみたいな、うん、またか、なんか普通のことになりつつあるな、うん、虚偽統計が、あるいは統計マジックですね、うん、でもこれどうしたらいいんでしょうね。結局なんか今の日本って結構大東亜戦争末期の日本に似てるなと、正しい情報が全然来ないですよという状況で判断ができるわけないでしょって話なんですけど、まあ、昔はインターネットなかったんだけど、今は正しい情報が分かっても、でもそのままスッと言ってしまうんですよね。これが怖い。それはもう僕は昔某西の方の自治体で某選挙があって、ある構想があって、それの住民投票があったんですけども、もうとか言わないで、もう鬱陶しいんですよね。でもうあれが都構想でいいんじゃないですか。ね、あの時にね、もうとにかく嘘がまかり通ってたんですよ。でも1から10までとまでは言わないけども、ほぼほぼほぼ全て嘘
が徹底的にプロパガンダでやられてて、それはもうすぐ証明できる嘘だったんです。それをこう一生懸命伝えようとしたんですけど、もうね、嘘をついてる人は嘘でいいし、嘘をついてる人を支持してる人はもういいよ藤井うるせえ、嘘でいいんだよ、あんなの何だっていいんだよ、もう勢いあんだからこっちでいいんだよ、もういちいち真面目なこと言ってんじゃねえよお前みたいな感じになっちゃうんですよ。あれももう完全にポストトゥルースの極端な現象の一つでしたね。でやっぱりそれは当時やったのはそこと戦うという、嘘と戦う、だから特定の政治家とか政党と戦うんじゃなくて嘘と戦うっていう、この姿勢がすごく大事なんだと思うんですね、うん、で民主党っていうか野党の皆さんがいまいち批判が強くない理由があるとしたら、それはやっぱりこう安倍内閣と戦ってるから弱いんだと思うんです。なるほどね、うん、嘘と戦うという姿勢を打ち立てれば支持する人いっぱい出てくると思いますよ、うん、当然それでも無視するやついるでしょうけど、でも実際大阪都構想ね、先ほど申し上げてた都構想っていうものは否決されましたから、それはそのそれを支持されてた政治家とか政党と戦うのではなくて嘘と戦うという姿勢を鮮明にしたから勝利できたんじゃないかなと僕は思うんですよね。ぜひそういう戦いをしてもらいたいですね、いろんな方戦うんだったら。しかもね、あれですよね、別に 100% どころか過半数どころか 30% ぐらいの支持得たら、うん、そもそもの権力握れるわけなんですよ、うん、日本では、うん、はい、実際自民党の支持者って 30% いないんじゃないですか、与党でやってる、例えば投票しない人とか、うん、あるいはあのいわゆる無党派層とかで、うん、なんとなく自民党でって流れてるのを考えたら、嘘と戦うっていうのをちゃんと打ち出して、うん、2割3割ぐらいの支持だけ得るだけでも相当パワー持てると思うんですよ、うんうん。でね、なんか本当に僕内閣官房のサインをやってると、お前は安倍内閣に魂を打ったのかみたいなことを言ったりね、俺とかもう辞めたんだからこれから徹底的に打倒安倍でいけよとか言う人でいるんですけど、いやあんまそういう気にならないんですよね。だって別にあの安倍さんを支持するわけでもないし否定をするわけでもないし、総理大臣やからそこのサインをやってただけで、誰が総理だって、まあ、よっぽど嫌いなやつやったらやらないですけど、もう大体そんなみんな分かってない人ばっかりだし、政治家なんて、だから教えてあげるのが僕は仕事だと思ってたけど、だから誰がやったって結果同じだったでしょ、うん、とかね思いますし、だからね、なんかよっぽどな時には人格批判までやるべきだと思いますけど、なんか妥当っていう感じは僕はだから嘘はダメっていう、ただ確信犯的に嘘をつくために総理大臣になるやつとかおったら、これはもう徹底的に戦わなあかんと思いますけどね。まあ、そういう政治家はいますけども、日本にもいらっしゃるんですか、うん、もちろんですよ、そういうのとはもう鮮明に戦う必要が出てきますけど、そうでない限りはやっぱり嘘と戦うっていうのが大事だと思いますね、あの 1回目2回目3回目と藤井さんにゲスト講師で、ゲストで出ていただいて、結構暗い話続いたんで、なんか明るい話なんですか明るい話ね、トラック料金のあ、ね、賃上げをするための法律が通りました。これもなんか内閣官房参与でやった時にいろんな細かい仕事の一個、あとそれから、自衛隊の基地を作る時の入札制度が一般競争入札からちょっと制限が入るようになりました。もうさまざま自衛隊の基地管理一般競争入札って頭がおかしいですよね。頭がおかしい。企業だって入れちゃうじゃないですか。でどう書いたかっていうと、外国のやつまず調べろって調べたら、そんなとこ日本だけだったっていう資料をまとめて、これちょっといくらでもまずいじゃないですかって言ってちょっと変えました。あと何かな、プライマリーバランス目標が、これから実質3年間去年から3年間はあんまり考えなくていいと読めるような、骨太の方針の文章を作りました、はい、ありがとうございます。ややこしいですね。ややこしいですけど、世間一般的にはね、あの人手不足じゃないですか、それ人口構造の問題とかがあるから、これいいことですよ。いいことなんです。ある意味いいことなんです。みんな賃金を上げるための努力をしますから。だから日本としてはいい環境が生まれるにもかかわらず、デフレだ、そうそう、デフレ脱却のチャンスだったんですよ。人手不足っていうのは。それを移民で人手不足をなくしちゃったら賃金また下がっちゃうじゃないですか。だからデフレが続いちゃう。まあ、そういう政治的なダメなものもあるんだけど、環境としては良くなってきてるので、だから国家なんか得なんだよ。我々のちょっと下の世代とかってめちゃめちゃ大変だったんだから、氷河期世代とか言われてて。あ、でもコッケさんだったらリーマンショック世代だ、ごめんなさい、コッケさんだったらそうですね、だからいい時代、要は若者だったらもう引く手あまたで就職できるような時代が今から来るんだから、まあそれはそれとして政治を真っ当にするっていうようなことでちゃんと努力する必要があるんじゃないかなと思うわけですよ。いかがでした、藤井さんにお会いしてて。
怖かったでしょ。怖かった怖かった怖かったかな。面白くお話ししていただいて、また来てください。はい、ぜひお願いします。はい、ありがとうございます。